おはようございます。今回はこちら、はい、FC 大阪のホームスタジアム東大阪市花園ラグビー場からお届けします。今日は中に入れるという。中入れるの？そうなんですよ。嬉しい。入ったことないんですよ。あ、本当ですか？ラグビーも見に行ったことないし、テレビでは見ますよ、はい、どんな感じでこうスタジアムのお客さんのスタンドとかは分かんないんで、はい、おー、楽しみですね。あ、おお、すごい。もうすぐだ。見えますね。かっこいいね。なんかかっこいいですね。おお、広い。空が開けてますね。こんな感じなんだ。あ、私お客さんがいる時しか来てないんで、この花園って文字初めて見ましたね。あ、なんそんな結構満員やったやん。はい。あとほら、こうなんていうの、真ん中が本当ボコってなってる。あ、本当ですね。本当だ。だんだん外に向かって下がってますね。サッカーだとこれちょっときついもんね。結構転がっていっちゃって、いっちゃうとか多分関係すると思う。そうですよね。でもここでサッカー試合もするってことやん、はい、そうなんです。ホームは有利じゃない。今回のキックオフ関西はスーパーゴール連発のゲームハイライト。いいこと言うそして大阪出身の元日本代表橋本英夫さんが母校天王寺高校で熱血授業。俺自身夢を中1の時に諦めてます。まずはゲームハイライトタイムサバイバルです。ゲームハイライトタイムサバイバルとは試合のハイライトをお届けするコーナーなんですが、なんと直近の試合結果でハイライト時間と PR タイムを奪い合うコーナーなんです。 J1 の持ち時間はトータル5分。関西を拠点とする J14 クラブの選手によるプレー解説を加えお送りする熾烈な時間の争奪戦です。まずは京都サンガ FC で持ち時間は30秒です。今回の解説は A 代表に初選出されたキャプテン川崎颯太選手。森保監督も訪れる中、川崎選手らしさあふれるプレーを披露。サムライブルーの方に選出していただいたのとか、キャプテンとか全部そういうのを21で背負い込んで、そういういろいろなプレッシャーがありながらもやっぱ自分のプレーを伸ばしていくっていうのが困難ですけど、もしできれば本当に大きなものになると思いますし、信じてやるだけかなと思ってます。ということで告知タイムは5秒です。サンガ夏のフェスティバル、つながろう仲間とともに開催決定。詳しくは、おー、初めてじゃん。タイムアップすると初めてですね。本当やってもらえないんだ。タイムサバイバル3位はヴィッセル神戸、1分獲得。試合を振り返ってくれるのは番組2回目の登場、フォワード武藤義則選手。ホームに FC 東京を迎えた首位ヴィッセルは前半20分、縦に仕掛けたゆるき選手のクロスに武藤選手。ゆるき選手が縦に行って、ファーサイドに来るなってことは予想してたので、自分はしっかり当てることだけを意識して、枠に入れようという意識で打ちました。前半41分にはハクセ選手のクロスに大迫選手がヒールで合わせて追加点を奪うと、その3分後今度は大迫選手のスルーパスに再び武藤選手。大迫選手がいいところでボールを持って、背後のスペースが空いてるのが分かったので、そこにうまく走り込んで、パーフェクトなボールが来たので、キーパーとの対峙を、うまく制して、決めれたなというふうに思います。武藤選手の活躍で勝利したヴィッセル、首位キープです。そして今回の PR タイムは10秒。担当するのはもちろん前川大也選手。6月3日のホームゲームはスイーツフェアやイケメン総選挙を実施します。ぜひ推し選手に投票してください。ちなみに僕のチャームポイントは前歯です。チャームポイントもうそこまで言えるようになってるもんね。ですね。もうちなみに情報ね毎回入れてくるもんね。入れてくれますもんね。大久保さん、気になるプレーはありましたか？武藤選手の1点目、はい、あのボレー、一番端っこにいるじゃないですか今、はい、でディフェンスは誰もついてないんですけど、はい、センタリング上げるときにディフェンスが戻ってくるんですよ。
人ね。あ、本当ですね。けど上がってディフェンスがボールしか見ない、ボールウォッチャーになってる時にやっぱ前に入ってくる、後ろから前に入ってきて、あ、視野から消えといて前に入ってシュートするっていうのは、なるほど、さすがだなっていうふうに思いましたね。ボレーシュートって意外に難しい。あ、そうなんですか。しっかり当てるとキーパーに当たってしまう。けどちょっとこうカット気味に打ってキーパーからずらす、ボールからカット気味に入れないとキーパーに当たってしまうんですか。キーパー、うん、普通に打つとキーパーのとこに行っちゃうんですよ、これが不思議にね。そして残念ながら今回敗れてしまった京都サンガなんですが、はい、嬉しいニュースもありましたね、はい、川崎颯太選手が A 代表に初選出されました。21歳でキャプテンですから、はい、そして大学にも通いながら、うん、今4回生すごいですね、やることいっぱい。そうですよね、ね、忙しい、うん、大久保さんも A 代表選出の時は覚えてますか。覚えてますよ。20歳、20歳、20歳で一番年下だったんです、その時。お、20歳 で、はい、で中田英寿さんとか、はい、ゴン中山さんとか、もうもうすごいレジェンドの人ばっかりで、友達もいないしでもまず中田英寿さんを捕まえときゃいいやと思ってでその時いい、はい、僕ちょうどイタリアからオファーが来たんですよ。でオファーが来て代理人まだいなかったんで、はい、その紙があったんですよね、契約っていうかこう欲しい、来てくれないかみたいな。読めないからヒデさんの部屋トントンとして入って、ちょっと読んでもらっていいですか。おお、初めてよ。はい、で読んでもらったんです。部屋がすごいね、ヒデさんの部屋は。香水とかブワーって綺麗に並べて、電気も明るくないね、ちょっと薄暗い感じで。イメージ通りですね。ねえねえ、匂いもいいしさ。うん、続いては J3、そして J1 の2クラブのタイムサバイバルです。J2 昇格を目指し、各クラブがしのぎを削る J3。関西を拠点とするのは FC 大阪と奈良クラブ。狭き門の突破を目指す2クラブのタイムサバイバル。まずは FC 大阪、持ち時間は20秒です。ホームの青のユニフォーム FC 大阪は前半23分、一瞬の隙を突かれたロングシュートにゴールキーパーの永井選手もびっくり。この後を攻め続けた FC 大阪ですが、追いつくことができず、ホームでの勝利をサポーターへ届けることはできませんでした。 J3、 続いてはアウェーでの試合だった奈良クラブ、持ち時間は40秒です。1点を追う白のユニフォーム奈良クラブは、フォワードの酒井選手がゴールキーパーへ猛チャージ。では同点ゴールの酒井選手、解説お願いします。何が起こったか分かんないみたいな、自分もゴールに入ってたん でトラップがキーパー後ろにちょっと流したんで、いけるかなと思ってスピード上げたら自分の足に当たってくれたんで。奈良クラブは終了間際 PK を獲得しますが、まさかの失敗、結果はドロー。というわけで告知は10秒、同点ゴールの酒井選手お願いします。これいけるのか。6月24日に沼津とのホームゲームがあります。父の日にちなんだ企画もあるので、ぜひご参加ください。スタジアムで待ってます。いけました。アスルクラロ言わんやったね、沼津ってね。長いところはカットですね、うん。これは嬉しいよね。そうですよね。ゲームハイライトタイムサバイバル、セレッソ大阪は1分30秒。2連勝中のセレッソは試合ごとにヒーローが誕生します。この日のヒーローは先制ゴールの田村博隆選手。まあ、相手が嫌がるようなクロスの入り方ができればなっていうのは、まあ、常に最近はちょっと意識しながらやってはいたので。クロスを上げる選手の特徴も頭に入っていました。まあ、前熊選手だとこうふんわりくるので、相手のディフェンスからするとちょっとバックステップを踏んだりしないといけないっていうところはあるので、ちょっと空間をわざと開けといて走り込むっていう形の方が、まあ、相手がこううまく飛べないような形にはできるかなっていうのは、まあ、そういうところはちょっと意識しながら入りましたね。本当だ、はい、
ダメだ。終始試合を支配したセレッソはボールを奪うと細かいパス交換で追加点を狙います。完璧やったなこれ。ボールを取られた後の切り替えだったりスピードだったり、まあ、そういうところがこの試合の勝敗を左右したんじゃないかなと。勢いに乗るセレッソはユニークなイベント告知。明日アベノウォークパート34が開催されます。アベノク役所からスタートし長い公演がゴールになります。対象はアベノクにお住まいの方で参加費は無料です。セレッソ大阪からは勝谷アンバサダー、酒元アンバサダーも参加します。ぜひご参加ください。タイムサバイバル1位はガンバ大阪、2分獲得。先輩、はい、解説頑張りましょう。ガンバの頼れる10番倉田選手と不動の左サイドバック黒川選手が試合をプレイバック。アベーアルビレックス新潟戦、白のユニフォームガンバがこの日は躍動。まずは前半2分、倉田選手がいきなり見せます。まずジェバルの頑張り、一人でボール前回の守備で奪ってくれたんで流し込むってだけやったんですけど、まあトレーニングからこうクロスに対しては人数かけて入っていくって言われてて、やっぱりそこに入ってるのは周君だったんでさすがやなと思いました。いいこと言うね。攻守の切り替えと厚みのある攻めが次々とゴールにつながります。呼んでるわ。本当に。こっちの反応早く、ゴール前にも 4人もいるんで、ジェバリーもどこ出しても多分ゴール、ケースケに出してもゴール決まったと思うし、コースの切り替えの時点でも勝負あれやったかなと思いました。ぶっちゃけやと思いました。ぶっちゃけですか。パスよこせと思いました。すいません。その悔しさからか、後半黒川選手も鮮やかなワンツーから抜け出し、見事なゴール。攻撃意識が噛み合ったガンバ、3対1で快勝です。ということで告知タイムは20秒。6月11日 FC 東京戦はサッカーと音楽のコラボレーション、ガンバ大阪ソニック。ゲストは C&K さんとリードガーデンさん。全員同じソニックシャツを着て試合前ハーフタイムのライブパフォーマンスとともに一日マラソンを楽しんでください。だいぶおまらし完璧です。結構ゆっくり言ってたね。最後笑顔が。大久保さん気になるゴールありましたか？はい、やっぱガンバ大阪ですかね。ですね。ここまで勝ててなかったから、はい、まあ、特にあの3点目の黒川選手、うん、はい、サイドバックで結構ガンガン上がっていくんですよ。でしかもこれ出してからのまた裏に走る。ああ本当、ああ本当ですね。そう、この崩しができれば今後上に行けるんじゃないですか。そうですよね。J1 の順位表がこちらです。ヴィッセル神戸が首位をまだまだキープ。すごいね、ずっとキープしてるです ね。そしてセレッソが5位。はい、わかんないねセレッソも。本当ですね。J3 の順位表、7クラブが4位に、うん、まあまあいい位置にはかなりつけてますね。ですね、うん、もう一戦でまた覆すような地点ですよ ね、はい、続いては関西のレジェンドフットボーラーのルーツを探るバックトゥーザ関西です。はい、今回は、はい、誰でしょうか。あのヒントを出させてもらいますと、ヒント1979年生まれの44歳。上ね。ガンバ大阪の黄金期を支えた選手、ものすごく頭のいい選手。はい、絞るだ。なかなか頭のいい人いないから。関西サッカー界のレジェンドがその原点をたどるバックトゥーザ関西。今回は。おはようございます。橋本英雄です。日本サッカー史上屈指の頭脳派ボランチ橋本英雄さん。ガンバ大阪ユースからトップチームに昇格し J リーグデビューを果たすと、ガンバ黄金時代を築き J1 制覇、そしてアジア制覇の立役者に。日本代表としても活躍し25年間で7クラブを渡り歩き、今年1月現役引退を発表しました。
その原点は故郷の大阪。この地からどうやってプロ選手になったのか、4つのキーワードから紐解きます。あんまりいい思い出はないかもしれないですね。いきなりネガティブなワードが飛び出しましたが、ここ服部緑地公園には橋本さんが中学時代に練習をしていたサッカー場があります。うわ懐かしい。小学1年でサッカーを始めた橋本少年、中学時代はガンバ大阪ジュニアユースに所属していました。待っていたのは、そのチームやったらプロになれるのかなとかって思ったのは3日間2日間ぐらいじゃないですか。そこで終わりました。みんな上手かったんで。現在も明日の J リーガーを目指す選手が集まるジュニアユース。橋本さんの世代も稲本潤一選手など後の J リーガーがいる実力派ぞろいのチームでした。あっさりプロの夢を諦めた橋本少年でしたが、ある出会いが大きな転機に。というわけで最初のキーワードは人物。今思うとそれはもう基礎の基礎を作ってくれた人ですね。でも上手くなれる場所やと思ったんで。橋本こんな感じでちっちゃいんですけど、僕もその頃ちっちゃいんですよ。何の話だったんや。基礎を僕を教えてくれた鴨川さんです。鴨川です。当時ジュニアユースコーチだった鴨川浩二さん、本田圭佑さんなど大勢の日本代表を育てた名指導者なのです。鴨川さんに最初名前覚えられてなかったんですよ。それだけはすごい覚えてます。人数多すぎたね。やっぱ上手い子はすぐ覚えるな、はい、そんな上の方じゃなかったからやっぱそうやって覚えてなかったかもな、はい、それもっと言ってください。それの方が番組的にはいいもんね。下から上がったみたいな。厳しい実力主義の中、高校受験のため塾通いも続けていた橋本さん、ある日鴨川コーチの何気ない言葉に奮起します。塾行ってるちょっとね、名前も覚えてないんですけど、ちょっとぽっちゃりしたやつがいて、でもそいつはなんかまあそんな塾行ってるけどまあまあうまいから試合にはまあ使うねみたいなことを人伝いで僕は聞いたんですよ。そいつはなんか好きなように休んででも試合出れるしみたいな感じで、で僕その話を聞いて、いやこんな思いして頑張ってんのになんやねん鴨川みたいになったっていう。でもそれを聞いて自分の中でスイッチ入って、そっから僕はあっこでやる基礎練を、鴨川さんが10回やれって言ったら僕15回やったりとか。めちゃめちゃでも量練習したよな。量だからそれがだから恩師と言っていいか分かんないですけど、でもやっぱ技術のところは僕圧倒的に劣ってたんで、それはもう本当鴨川さんでここの中1で鍛えてもらえたなっていう。そんな橋本さんが鴨川コーチに送ったのがこのブルーペナント。選手が日本代表に初招集された時、指導者を選んで送ることができるんです。中学時代の指導が今を作ってくれました。ありがとうございます。橋本がこんな思ってくれてるんやってちょっとびっくりしたもん。すごい。やっぱ中1は僕結構っていうか人生での一番の挫折のタイミングなんですよ。そこからの一番技術的なんだったりサッカー選手として動き出したスタートっていうところで出会った指導者だからだと思います。そんな鴨川コーチから今年引退をした橋本さんに送る言葉。お疲れ様でした。25年間、本当プロになると思ってなかった橋本がこんなに長いことなキャリア詰めたのはもう素晴らしいことだと思うし、はい、クレバーな人間なんでこれから指導者なんやろ。そうですね。指導者の道でまたね高みを目指してもらいたいと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。続いてのキーワードは場所。訪れたのは橋本さんの母校、大阪府立天王寺高校。天王寺高校で大阪府内トップクラスの進学校で、今年の国公立大学合格者数はなんと169人。そんな集中して勉強するのが当たり前の環境が頭脳派と言われる橋本さんを育てたのです。これ橋本さん、誰かのお母さんみたいな、ね、高校生。実は3年生の後輩たちに向け橋本さんが授業をすることに。
ここが一番緊張するわ。自らの原点をたどり、母校の大阪府立天王寺高校を訪れた橋本秀夫さん。実は高校3年生の教室で授業をすることになっているのです。こんにちは。あ、よかった、みんな。いや、なんかみんなから質問とかもらってもいいかなと思ったんで。あ、いいだいいだいいだ。僕もサッカー部だけど、インターハイで負けて引退するか、また続けるかっていうのを悩んでるんですけど、うん、俺の考えはやる。だって高校3年間の1年ってもう二度と来おへんから、まだサッカーやりたいならね。で、俺プロ生活25年やってんけど、25年ってこう同じことの結構サイクルが多いんよね。今年も J リーグどこ優勝する、それを目指してやる。で、あかんかった、もう一回優勝目指す。プロになってから、社会人になってからは、次の年これやったらいいかなっていうのは実際できるんよ。中学高校って限られた時間やから。橋本さん自身は高校時代、勉強とサッカー漬けの日々を送り、3年生の夏、ついにトップチームから声がかかりました。前を向いて必死に取り組み、大きな夢をつかんだのです。そんな橋本さんが伝えたかったのは、夢の叶え方。俺自身、夢を中1の時に諦めてます。周りが上手い選手が多すぎて、もう俺はプロサッカー選手になれないと思って、で、まあ転校入って高校3年間でプロの道が最終開けたんだけど、だからもしかしたらみんなの中でもなんか好きなことがあるかもしれないんだけど、その好きが将来もしかしたらそこから、あ、これやりたいなっていう夢につながってくる可能性もあるんじゃないかなと思ってます。だから今夢ない人にとっては、自分の好きなことを、いろんなことを挑戦してもらえたら、あ、これなんか自分がやりたいことじゃないかなっていうことに気づけるんじゃないかなと思うから、今の時間を本当に大切に、なんか全力で取り組んでもらえたら嬉しいなと思います。はい。夢に向かって全力で走り続けた高校生活もまた原点。次回、ガンバユース出身の橋本さんと天王寺高校サッカー部の知られざるエピソード。これを経験したかったっていう話したい。授業かなり胸にグッときました。ね、来たよね。はい、よく夢を諦めるなとか、はいはい、そういう話はあると思うんですけど、ね、夢がない人も好きなことをやり続けたらっていう話で、うん、あんまり聞かないなと思って。聞かないね。でも確かにと思ったよね。本当ですね。自分で見つけるっていう、はい、なんか自分の子供に見せたいなって思うもん。そうですよね。帰って見せずに自分の言葉にするかね。パクる。かっこいいパパとして。そうパクろうかな。先週募集した中から、はい、ヘディングのやり方を教えてほしいとのハッシュタグをつけていただいたので。あ、いや、じゃあ、じゃあ、もうここは違うよ。ここじゃないですか。ここじゃない。もうね、これデコ。あ、おデコなんですか。そう、ボールを見て、下に叩かないで。下。下に。あ、いいね、いいね、いいね。今の入るよ。お。すごい、すごい、すごい。今ほぼ顔面。